アミーボをタッチしてスゴロク遊び。アミーボカードをタッチしてミニゲーム。動物たちが主役のスゴロクパーティーゲーム、動物の森アミーボフェスティバル。動物の森の村が舞台の動物の森スゴロク。アミーボをタッチ、サイコロを振ってマスを進む。アミーボをタッチ、サイコロを振ってマスを進む。こうやって順番にサイコロを振って、止まったマスでハッピーやお金を集めて、1ヶ月間で集めたハッピーで順位が決まるという、とってもシンプルなルールです。止まったマスでは絵日記仕立てで動物たちの暮らしの一コマが楽しめます。仲間とバンド練習するタヌキチやブログで人儲けするトタケケンなど、動物たちの意外な一面が覗けるかもしれません。桜の木が綺麗な4月、すっかり秋の装いの10月、一面雪に覆われた1月、村の景色は季節によって変化します。もちろん見た目だけでなく、その季節ならではのエピソードも盛りだくさん。時々村に訪れる動物たちはスゴロクで使える便利なカードをくれたり、お金を儲ける株を売ってくれたりと、いろんなイベントで勝負を盛り上げてくれます。亀山さんの虫捕り大会、ベルリーナのカーニバルなど、動物の森ではおなじみの季節のイベントもあります。スゴロクで集めたハッピーはアミーボに書き込むことができます。ハッピーを集めるとスゴロクで使える衣装やアクションが増えていきます。またハッピーを集めるともらえるハッピーチケットを使えば、アミーボカードを使って遊ぶいろんなミニゲームが遊べるようになります。どんなゲームがあるのかちょっとだけ見てみましょう。動物の森にまつわるクイズに挑戦、クイズアミーボチャンス。リセットさんバルーンを素早く叩け、リセットさん監視センター。イカダを作って島から脱出、無人島脱出ゲーム。スゴロクの舞台の村には風車や灯台などの施設を建てたり、アミーボカードで呼んだお気に入りの動物の家を建てることができるので、自分だけのスゴロクマップ作りが楽しめます。住民になった動物がスゴロクの視界になったり、マップのルートが変化したり、季節にちなんだ出来事が起こったりと、見た目だけじゃなく遊びもちゃんと変化します。動物たちが主役のスゴロクパーティーゲーム、動物の森アミーボフェスティバル。自然のアミーボとオリジナルデザインのアミーボカード3枚がセットになっています。さらに早期に購入するとケントのアミーボもついてきます。